You never wanna pick up. You never wanna do the things that are inconvenient. Oh, please. You say you're gonna pull up, but I know you only come if you think that makes us see. で、私今ねすごくお香が好きで、インスタなんかでねすごいやっぱお香関係のものが寄ってくるんですけれども、その中ですごい気になってたのがそのこのアポテーケですね。で、国産 の、 千葉県で一つ一つ手作り商品になってるらしいんですけれども、グリーンライトを買ったんですね。で、これね完全に買い間違いをしたんですよね。で、見えてないんですね、あのちっちゃい字が老眼で。で、欲しかった香りと違うものを購入してきたんですね。なので、バラエティパックをネットで購入しました。これはね休暇をテーマにセレクトした 8種類の香りだそうで、ウッド系のちょっと重めの香りをセレクトされていて、お部屋で暖を取りながら過ごしていただきたい香りだそうです。はい、勝手に私的に感想を言っていきたいと思います。一本一本ね感想を言おうと思ったんですけど、私なら 1.5 倍速のね10秒送りで見ると思うので、もうベスト3をいきたいと思います。はい、1位がアンジルですね。で、イチジクを感じさせるオリエンタルでユニセックスな香りで、つける前はねすごい可愛い香りなんですけれども、火をつけるとスモーキーな中に甘い香りもあって、すごい落ち着きます。はい、すごい個人的な感想ですけれども、次2位がドラフトウッド、流木をイメージしてほのかにバニラの甘さが心地よい、アーシーで心が落ち着くウッディーなウッディー調の香りで、バニラがちょっとバニラなんですかね、甘い香りがスモーキーな中にこう時折定期的に来るんですけど、これもすごい良かったですね。1位と2の差はもうないというか、なんなら3位との差もありませんね。3つともねすごいね個性が全然違うんですよね。はい、で3位いきますね。ラベンダーカモミール、イタリア産のカモミールで、カモミールのフルーティーさを際立たせるオレンジをブレンドしてあって、ベースにシダウッドを入れて全体的な調和が取れた香りですとのことなんですけども、香りもね結構これあと残るかなっていう感じですね。結構これはなんか残るっていうか強く感じたので、ラベンダー系がダメな方はダメなのかもしれないですね。で、あとはねなんかスアビスっていうんですか、何語かわからなかったんですけれども、これもねなんかライトな甘さと爽やかさで、これもすごい良かったですね。苦手だったのがベリースペシャル、昔の男性用化粧品の香りのような。あとは間違えて買った、グリーンライトなんか好きじゃなかったんですね。中に竹の芯が入っていて、手でね折って使うことができないんですね。で、ハサミで切るか水で消すっていう感じなんですけれども、狭いお部屋で1本はちょっときついかなっていう感じですね。できれば、短時間用ショート丈、コーンがありますけれども、それがねあるといいかなと思います。で、長さもあるので土台がしっかりとしたお香立てじゃないと不安定な感じですね。でもすごくね魅力的なので、個性のあるパケと長さと香りでした。
さ、あのさ、Subtle whispers in the grass that I'd forget how to ask. Happiness is a cliche, but I remember your name.私シナモンじゃなくってあのシナモンロールがとにかく大好きで、あのシナボンが特に最近おすすめなんですけども、好きな理由っていうのがやっぱりね、惜しみなく入ってるシナモンクリームと上にかかってる白い、クリームチーズフロスティングっていうのがすごいね、バランスがよく美味しいんですよね。でね、デニッシュ生地でない少しちょっと固めの生地が好きで、あの均等になってるんですよね、層が。で食べた時にね、すごくねバランスがいいんですよ ね。シナモンロールね、ちょっとね手作りしてみると分かるんですけれども、生地にもそうなんですけれども、シナモンクリーム、これもほとんどバターとシナモンパウダーとお砂糖なんですよね。で一番上にかかってるアイシングもお砂糖ともう少量のお水なんですね。でとにかくねお砂糖とバターが多く使われてるんですよ。で自分で作ると食べるときすごい後ろめたい気持ちになるので作るのやめましたけど、このねシナボンは本当おすすめですね、というか大好きですね、というか今ハマってるだけなんですけどね。Stay till you're